2024年10月13日、愛知スカイエキスポで歴史が変わる。リバティオーク×ナンバーアンダーライン愛夢のコラボが実現。2024年10月13日、愛知スカイエキスポで開催されるワイヤードミュージックフェスティバルが、自動車と音楽の新たな融合を象徴する歴史的瞬間となるでしょう。このフェスティバルで注目を集めるのは、カスタムカー界でその名を轟かせるリバティオークと、 急速に人気を博している音楽グループナンバーアンダーラインアイのコラボレーションです。リバティオークが手掛けた特別仕様のマツダ RX7 は、ただの車ではなく、未来の象徴としてフェスの舞台を駆け抜け、その独特なデザインと存在感で観客の心を捉えること間違いありません。車と音楽が一体化する瞬間を目撃することで、来場者はこれまでにない感覚を味わうことになるでしょう。リバティオークは、 これまでも大胆なデザインと独創的なスタイルでカスタムカー業界をリードしてきました。その車両は常に単なる移動手段を超え、まるでアート作品のように人々を魅了してきました。今回のプロジェクトも例外ではなく、特別仕様のマツダ RX7 はその象徴的存在として登場します。この車はリバティオークが培ってきた技術と感性が存分に発揮された一台であり、 音楽フェスティバルという舞台にふさわしい特別なカスタムが施されています。しかし、今回のプロジェクトで注目すべきは、リバティオークが音楽とアートを融合させた新しい文化の創造を目指している点です。リバティオークとコラボレーションするナンバーアンダーラインアイは、近年急速に注目を集めるバンドであり、ミクスチャーロック、ラップロック、ラップメタルといったジャンルを取り入れたエネルギッシュなサウンドが特徴です。彼らの音楽は、 現代社会の混沌とした状況を反映しつつ、若者たちの心に直接語りかけるような力強さを持っています。2024年のサマーソニックで披露された彼らの最新曲、インツエムは、鋭いリリックと重厚なサウンドで大きな話題を呼びました。この曲のメッセージは、若者たちに向けられたものであり、自己探求や失われたものを取り戻そうとする強い意志が込められています。リスナーは、 この曲を通じて自分自身と向き合い、新たな可能性を見いだすことができるのです。今回のフェスティバルで披露されるマツダ RX7 には、ナンバーアンダーライン愛のロゴデカールが施され、車と音楽、アートが一体化した象徴的な存在となります。このデカールは、イベント当日まで公開されないという特別な演出が施されており、ファンの期待感を一層高めています。車のデザインと音楽の融合は、 まるで未来からのメッセージを携えているかのようであり、観客に強いインスピレーションを与えるでしょう。ワイヤードミュージックフェスティバルは、音楽と自動車の境界を超えた新しい文化的体験を提供する場として、他に類を見ない特別なイベントとなるでしょう。リバティオークとナンバーアンダーライン愛が手掛けるこのコラボレーションは、まさにその中心に位置しています。自動車と音楽ということなるフィールドが一つに交わることで、 新たな価値観や体験が生まれることが期待されます。リバティオークの RX7 が会場を駆け抜ける姿は、単なる車の走行とは異なり、観客に深い感動をもたらすでしょう。しかし、ここで興味深いのは、なぜ今、自動車と音楽がこれほどまでに密接に結びつこうとしているのかという点です。自動車はもはや単なる移動手段ではなく、ライフスタイルや個々のアイデンティティを表現する手段として進化しています。 そして音楽も同様に、個人の感情や社会の状況を反映する強力なメディアです。これら2つが融合することで、より深い文化的なメッセージが生まれ、若者たちに強く訴えかける力を持つのです。特に注目すべきは、リバティオークとナンバー・アンダーライン愛がそれぞれのフィールドで追求してきた、自由というテーマです。リバティオークはその名の通り、 既存の枠にとらわれない自由な発想でカスタムカー業界をリードしてきました。一方、ナンバーアンダーライン愛の音楽は、社会の束縛やプレッシャーに対抗し、自己表現の自由を求めるメッセージを発信しています。こうした共通の価値観が、このコラボレーションをより一層意義深いものにしていると言えるでしょう。また、現代のフェスティバル文化において、 音楽だけでなく視覚的な要素や体験がますます重要視されるようになっています。観客は単に音楽を聴くだけでなく、視覚や感覚を通じて総合的なエンターテインメントを求めるようになってきました。この背景には、SNS やデジタルメディアの普及が大きく影響しています。人々はリアルタイムでその体験をシェアし、拡散することを楽しんでいます。リバティオークとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションは、 まさにこうした時代のニーズに応えるものであり、視覚的にも音楽的にも強烈なインパクトを与えることが期待されます。さらに、自動車業界自体が電動化や自動運転といった技術革新を背景に、未来を見据えた変革期を迎えています。リバティオークの RX7 は、こうした未来のビジョンを具現化する一つのシンボルともいえるでしょう。車が単なる移動手段から、エネルギーを内包する。 動くアートへと進化しつつある今、このコラボレーションが持つ意味は非常に大きいものです。一方で、音楽フェスティバルの舞台で自動車が主役になるというのは、従来のフェスティバルの概念を覆す挑戦的な試みでもあります。音楽フェスティバルは通常、音楽アーティストやバンドが中心となり、観客はそのパフォーマンスを楽しむ場として認識されています。しかし、リバティオークとナンバーアンダーライン愛のコラボレーションでは、 自動車がステージの一部として登場し、音楽と同等の存在感を持って観客を魅了することになります。これにより、音楽と自動車が同じ次元で融合し、新たな形のエンターテインメントが生まれるのです。このコラボレーションが成功すれば、今後のフェスティバル文化にも大きな影響を与える可能性があります。音楽と自動車が一体化したイベントは、他のアーティストやブランドにも刺激を与え、 さらななるる創造的なコラボレーションが生ままれれかもしれません例えば、ファッションやテクノロジーなど、他の分野とも連携していくことで、より多様で豊かなカルチャーが形成されるでしょう。また、このプロジェクトは若者文化における自己表現の重要性を強調しています。リバティオークとナンバーアンダーライン愛のコラボレーションは、それぞれが持つアイデンティティやメッセージを強く打ち出し、 観客に新たな視点やインンスピレーションを提供します特に現代の若者たちは SNS やデジタルメディアを通じて自分のスタイルや価値観を発信することが一般的になっていますがリバティオークの RX7 はそうした自己表現の一つの象徴として捉えられるでしょう音楽とアートそして車が融合したこのプロジェクトは観客に対して自分自身をどのように表現するか とといいう問いを投げかけるる存在となるのですワイヤードミュージックフェスティバル自体もこうした新しい文化的な潮流を敏感に捉え時代の最先端を走るイベントとして評価されていますこのフェスティバルは単なる音楽イベントを超え現代のカルチャーシーンにおける重要なプラットフォームとして機能しており音楽ファンや自動車愛好者さらにはファッションやアートに興味を持つ人々にとっても魅力的な場となっています フェスティバルの来場者は、単に音楽を楽しむだけでなく、リバティオークとナンバーアンダーライン愛が提案する新しい文化的体験を全身で感じることができるのです。今回のコラボレーションは、音楽と自動車が持つ可能性を再認識させるとともに、未来のエンターテイメントの在り方を示唆する重要な試金石となるでしょう。音楽、アート、そしてテクノロジーが交錯するこの瞬間に立ち会うことで、 私たちは新しい文化の誕生を目撃することになるのです。